さあマッチングショーで今宵もねフォールガイズの時間がやってまいりました。まずはこの第一ステージから今回着々とクリアしていきましょう。まあ基本的に僕この第一ステージに関してはもう失敗するっていうビジョンが全く見えないぐらいにはもうかなり手に馴染んできたかなと思います。だからもう攻略動画とか出せるもん俺、解説動画みたいな YouTube とかによくあるでしょ。ここはこうやってこうやればなんか簡単にいけますよっていう、まあ、そういう攻略動画を、まあ、作ってもいいんじゃないかなと思うぐらい正直かなりもうこの第一ステージに関しては、極めていると言っても過言ではありません。でここはカメラアングルの工夫でめちゃくちゃやりやすくなる。こうやってほらあいたあいたでもあれねまっすぐやるよりも多分横からのカメラアングルした方が絶対楽だと思うわ。うん、視野が広いからねその方が。はい、一気にこの10位以内入っていくとまずは今日の出だしは完璧ですね。さあお次はこのステージ、まあこれも結構基本的にファーストステージで選ばれるステージなんだけど、まあなんか人数が多い時にねさらに振り落とすって時になんか2連続でこの第1ステージ級のもうステージが選ばれることがありますこのゲームは。まあなんですけどもね、そこもねしっかりと持ち前のこの機動力でしっかりかわしていく。でここなんかね必勝法があるっぽいんだよな、なんか見たんだよね誰かがやってて、これボールをなんか右に反らすことが できる。右に反らしてこの辺にカチャって はめ込めば次のなんか球が降ってこないからみたいなんでなんか割と楽に勝てるみたいなのでなんかやってたんだよ誰か。ただちょっと今回はそれができなかった。もしかしたら見間違いかもしれない。そういう攻略法はないのかもしれないが、まあ参考までということで、はい、もうこの辺はもう楽です。であとはここから俺マジでこの辺ね最近マジミスしねビビるぐらいに。いってよお前ふざけんじゃねえ。あ、やべえかも、やばいねこれね。次ミスったらちょっと黄色信号ぐらいだ。なんだこれ、どうなってんだこれ。あれ気がつけ俺の後ろにもう誰もいない。ちょっと待って、嘘でしょ。嘘だ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 、僕が負けるなんてことはあってはなる、ちょっとあってはならないんだけど。ねえ何これ。うわやべえ、シーソーだ。出たこの第1ステージ級が2連発する流れ。ちょっとじゃあまあ、前回このステージで30秒間待機すれば勝てるって言ったんだけど、人数が多いとねそのメリットは薄まると思うので、もうなんで序盤からこんな引っぺかされ、おもろねえなお前らな本当に。まあでもいい、みんなで。てかなんか俺すげえなんか回線がよく重いように言われるけど、俺一応パソコンで PC 版のさゴリゴリの光回線の有線でやってんだけど、なんでこんなあれなんだろうね。なんかラグいというかこの敵のこのさあこのなんていうの動きが全部、あーやべ、オッケー。さすがにここはジャンプタックル、まあ、タックルする必要もほぼないんだけどな、ほぼな。あんまりタックルって意味がないこのゲームにおける。ここはこうって入る、オッケー。常にこの重心を真ん中に置く。そう、あーこれまっすぐ、あーおもんね、あやべ負けたかも。あこれちょっとこれどうしようもなくね、これなあいじめだよね、うん、ここよし、いや冷静に行けよマジで意外と、あこれは無理すると絶対落ちるから、この交わるタイミングをしっかり見極める。よし、いや今の判断冷静ね、ああいう冷静な判断ができればこのゲームって難しくないんだけどね、なかなか人間ってそうはいかない生き物だから。よいしょ、 OK、 重心が真ん中に来たらね焦んな、まだ30人、あまだ全然枠ある。でこの交わる、まだいけない、これまだいけないむずくねこのゲーム、これぐらいの人数のシーソーが一番むずいわ。え、よくあいつジャンプしたな、タイミングなくね、これタイミングある。ただこの神曲だからねこのステージ BGM が。タイミングなくないか、タイミングあるかこれ、来た、その時が来た今、大丈夫勝てるからな、よし OK、 あーしよしよし、待てよあっち、よし OK、 ギリギリ、いや今のね正直俺はかなりいいプレイングだったと思いますね。真っ先にゴールするよりも内容があったわ、中身があった。さあ第3ステージはこの記憶力ステージなので、まあここに関してはねもうなんかもうやることがないからな、基本的にもうほぼノーミスでいっちゃいます。さあ来ましたこのドントフォールオフ、
このステージは俺の中ではまあ鬼門っちゃ鬼門かな。なんかね、終盤どうしようもなく落ちることが稀にやっぱある。結構ね、残り30秒ぐらいまではほぼ9割以上の人が残るんだけども、そっからのね、この選別作業されるような感じ、優秀な遺伝子を、それがかなり悲しいんだよね。あ、こういうブロック初めて見たわ。ほら、あれなのに囲い込まれたらもう無理だよね。だからこれ危ない、これ危ない。最初しかもここから出てくるときはなんか分裂してるように見えてさ、余裕ぶってるとあれがもう結合して、そう、え、ちょっとしかもなんか仕様が変わってんな。このステージ多分パターンが何個かあるね。同じステージ内でもこのブロックのタイプというか。これがジャンプ。できれば前方でジャンプした方がいい。前方でジャンプした方がいいけど、あんま前方行きすぎると、今度向こう側に落ちるっていう悲劇が待ってるからね。だからこの辺のバランスが一番、本当はいいんだけど、そう。オッケー。いやー、ちょっと今回むずいな。やべ、アンダーテールかよ。アンダーテールのサンズ戦じゃん、これ。アンダーテールのサンズ戦だ、これ。やべ。いや、よく生き残った。よく残った、ここまで。だいぶ振り払われたぞ。次真ん中？こっち？次こっち？もう、ここは邪魔し合いなしでしよ、ほんとに。邪魔やめよ、お互い。ここまで残ったんだから。怖い。あ、オッケー、セーフ。いや、だいぶ削られたな。これもう決勝戦じゃない？だいぶいかれた。今回。残り8になったので、ワンチャンこっからもう一回チーム戦サッカーとかあるのか、もう決勝入るかだね。うわ、なんだこれ、なんだっけこれ。あれ、俺これ初めてやるかもしれない、このステージ。やべ、このステージ多分初めてだ。これわかんない。やるの初めてです。ただこの有名な、割とポピュラーなこの決勝戦。これもうね、ひたすら筋肉番付これ。もうゴリ押しで、誰が一番早くゴールできるかっていう。どっちから行くのがいいんだ、左からか。はあ、ちょっと。オッケー。かわせ。あ、くそ。うわ、あの二人早いわ。あの二人がくそ早い。ちょっと邪魔し合いとか、ああ、終わったこれ食らったらダメだもん。今めちゃくちゃよかった。ダメだ。いや、ちょっとね、今日一番限りなくドンカツに近かった。一瞬はドンカツだったもんだって。俺一瞬ドンカツしてたもん。あのハンマーで全部狂ってまして、悔しい。俺一生このゲームで勝てないのかな、もしかしたら。多分どの実況者見ても勝ってないの俺だけじゃない。さあ、今回は第2ラウンドからの一戦となっております。チームテールタックですね。で、俺は尻尾を持たざる者なので、なんか襲ってきてる。こういう、ああごめん、俺が取り返してやりたかった、すまん。俺が責任持って、あいつちょっと処しとくわ。あ、お前俺の青から取ったその忍者みたいなユニフォームのやつなと見せかけて、狙いは常にこのように、もうギャーン、取ったら取り返されるっていう、この俺の定番の流れを。え、今のダメなの？なんで？なんかラグってない？なんか俺結構さ、よくね、動画のコメントでお前の環境ラグってなんか言われるけど、俺むしろ回線いい方なんだよ。なんかたまに止まってるように見えるよね。ただゴリゴリの光回線ね、しかも当然有線で PC 版でやってるから、そのラグが生じるってことは多分ないはずなんだけど、逆に、はい。もうなんでだよ、だから。それが、理解できないんです、僕はね。うわぁ、ちょっとそのなんか、二と追うもの、一と得ずっていう、まさにそんな構図が、ことわざを体現した男。はい、はい、あなた、ください、ちょうだい。もう誰でもいいから、誰でもいい。よこせ。なんで取れてへんの、今のが。おかしいよね。なんで？完全に掴んでたやん。完全に掴み切ってんのに。取ってることならへんの。はい、取れた。はい、さよなら。もうこれまで逃げ切ります。もうさよなら。もう逃げ切る。取られてるっしょ、もうクソが。お前返せ、おい、お返せ、これ、おい子供を虐待する親みたいな感じで、おいつって。早く返せ、お前、なったやんって。おもクソ、頭ごなしに切れたろ。ちょっと待って、二人早いな。
いやだから掴んでるでしょ。何があかんの。すげえ、今5対5対5対5で並んでる。あ、やべえ、青が3が、ちょっと待って、もう逃げ切れ青。おい、青が青が沈んでんけど。さあやっていきましょう。今回は第3ステージからとなっております。このフルーツキュート、ここのステージ結構鬼門なんだよマジで。ちょっと俺本気でかましていいっすか。そろ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 本気でかますよ俺。ここでフルーツキューティクルでかましていい。はい、いきなり引かれる。あ、オッケー、いいや。もうこれさ、ベルトコンベアが結構前線から押し上げて、でも今のところまだ誰も向こうに進めてないね。それだけ難しいステージっていうのを物語ってると思うぜ俺は。ここジャンプしようか。オッケー、ここで抜けたのかなりでかいで、これ大体フルーツが右に寄ってくれるから、なるべくねこれ真ん中左をこの位置取りしておけば、真ん中左か右から左、真ん中右を位置取ればいけなくはない。てか結局みんなそれが一番アンチって気づいても同じような立ち回りばっかしてるわ。頼む。オッケー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 。お前邪魔すんなマジで。お前邪魔すんなマジ。殺すよお前。お、来た来た来た。俺が好きなステージ来た。これしかも今回は、あ、まだでも、あ、3チームか。俺何チームよ。俺マジで今回10得点取る。夢の10得点。10得点。いや、いけるな。いける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 。まずお前ら目先のやつ狙うでしょ。ごめんなさい、今完全に何を、俺ら下手くそすぎか。赤が結局つまらんな、それは。ただこれはしっかりと俺らがやべえ、ちょっと焦って下手くそなってる逆に。あ、そっか、俺初めて気づいた。リングの色がなんか黄色いのがあるね。多分これあれだな、あのボール卵を集めるゲームと同じで、多分得点が高いやつなんだ。あ、俺今気づいたわ、ちょっと違うのあると思ったもんね。そういうことか。ただ、あ、これあれはもう行かない方がいい。だからこういうやつは難しいところに多分出るんだよ、この高得点のやつね。高得点のこの輪っかがほら、あれ取れなかったん、ごめん、かなり俺先輩かもしれないです。ただそうやってあっちに気を取られる隙に、え、お前ら下手くそか。あ、ナイス黄色。やっぱ持つべきものの仲間ですよ。結局この中勝ち抜いてもこの仲間同士で最後なんか落とし目合うっていう、そういうのがこのゲームの残酷なところではあるんですが、ここはしっかりとこれをサイドから俺が横取りしていけない。ちょっと待って、しかも結構いい接戦になってるからまずいな。これ取るよ、こういう細かいの一個一個取っていこう。あそこにも高得点出てる。あー、でも取られるな。あっさり取られなかった。でもまあ今ね、黄色チームが39点でトップなんで、ちょっとこれ上から、あー、これね難しいんだよ。ナイス、ごめん、黄色と取り合っちゃった。すまん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 。あ、これね、上から上からで、上からだから、もうここの位置取りしたものが勝ち。反対側から誰も来てない。 OK。 ただ正直ここに出す輪っかはね、高得点。すまねー、やべー、しくった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 。まあでも40、48ポイント、ごめん、ありがとう本当にみんな。情けねえ、自分が情けねえよ。まあ、でも勝ち抜いたからな。よかった。これ13人でしょ。もしかしたら、サッカーだな、これ、また。もう、またここ?またここ?またここ?フォールマウンテン。え、今度こそじゃあ行くわ。え、13人でここ選ばれんねや。あ、ただめちゃくちゃポジション。え、てか一番いい、なんなら。真ん中から突っ切るわ。真ん中から突っ切る。そうすれば誰も邪魔されん。ちょっともう距離詰めてくんのマジで。右から行くわ。しょ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 。いやー、ちょっと左から来てるやつが早いな。だが、オッケー。もう無理っぽくね。いや、まだいける。まだ諦めんな。諦めたら終わり、そこで。諦めたら終わる。あの、アキキャン君がちょっとどっからしくじってくれないと。これね、左からもう、さっき、ダメだった。これ、むずいやろ、普通。攻めておくまで。よし、その、未知の世界に俺を誘ってくれ。頼む頼む、もうお前らむずいてこれ。さあ来てしまいました、このスライムクラブ。これスライムクラブじゃねえな、 なんて呼ぶんだこれ。スライムみたいな、そんな感じだよねこれ、ちゃんと読むとしたら。でこのステージ俺気づいてしまったことがあって、これね、どんどんね下が海に埋もれていくんだよ。だからここで
ここら辺で実はもうアンチじゃないんだよね、落ちたら終わりっていう、それに気づいた。ただこのコース結構脱落率が高いから、クリアしちゃえばそのまんま一気に決勝戦になるってこともかなりあり得るステージなので、なのでもうとにかく冷静になってでもここはクリアした方がいい。まずいですね、ちょっとこれは、これまずい。ただ焦んな、焦らなくていい、焦る必要はない。そう、このステージは逃げないから、嘘をつかない、裏切らない、自分がやってりゃ裏切ってこないから。そうね、だから冷静に行こう、ゆっくりやっていい、ゆっくり行けば確実にクリアできるから、このステージで。ここな、あ、ちょっと待って、一番やると、やばい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 、冷静に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 、ほい、そう、よし、 OK、 ここクリアできればもうあとは楽勝よ。こんなハンマーなんて実はね意味ないからね、真ん中スキッパーなってるから。 あ大丈夫だ、ちょっとここミスったな、ミスった、焦りすぎ。ほらもうすでに残り15人よ、冷静に行けよ、冷静にな、どっか絶対タイミングずれるから、そう、行けるタイミング絶対来る。よし、 OK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 、 あとはちょっともうみんなが先に行くの待った方がいいね、これ。そう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 、 OKOKOK、 慎重に慎重に、あとはジャンプ、よし、 OK、 クリアできたよかっただって見て、もう結局最初30何人いてさ、残ったのが10人だよ、9人か。これこのまま決勝か、もしかしたら4対5のサッカーだな、これ。うわー、やっぱサッカーになっちゃうか。これどっちだ、できれば黄色チームがいい、できれば黄色、まあ青でも勝つけど黄色きた。よし、まあもう人数多いように越したことない、正直もうこのサッカーマジで何なのなんでこういうわざわざこの不利になる方がね、出ちゃうような設計したんだろう。高確率でキスの時にサッカー来るもんな。こんなもう俺という得点王がいたらね、勝ちなんで。はい、あ、ごめん、ミスった。これあの、この青を僕止めます。はい、止め、あれなんかラグってないかお前ら。え、しかもなんならそのままゴール、え、嘘でしょ。いやいや、あれはもう見逃そう。ここにフルになってるこのボールをこう、よし、オッケー、よし、いけいけ、そのまま。あいつうまいな、あいつゴールキーパーの才能あるわ。ただ俺はこれ、あー、ちょっと止めようか。いいね、このボール。じゃあ俺をフリーにしたお前らの罪はでかいぞ。おら、あー、まずい、ちょっとあれ止めといて、頼むわ。1対1か、人数で勝ってんのにな。ちゃんとボールの軌道を読んで、なんかさ、ちょっと思ったところにボールを打てないというスランプ状態が続いてるけど、オッケー、よし、オッケー、オッケー、これちょ、俺止めとくわ、この青ども。ナイス、これ俺が決める。よし、オッケー、押し込め、押し込め、ヘディング、いいよ。ちょっと俺焦りすぎだな、焦りすぎ、焦んなくていい、マジで焦んなくていいぞ。ちょっとそのフリーは、ちょっとあれはもうでもしゃあない、あのゴールはしゃあない。これここで飛んでくる。ちょっと今日なんか俺やばくない、今日なんかめちゃくちゃやばくない、すげえスランプなんだ。タイミング全部合わない、タイミング全部合わねえな。黄色チームさ、俺ら5人いるからさ、負けないよな。俺ら5人いるよ、5人、俺ら5人いるぞ、俺ら5人、5人だぞ、5人。このボール絶対決めたい。なんかすげえラグってね、2対1よこれ。ラグってる、ラグってるな、ラグってる。ちょっと、いやマジでマジで、押し込め、よし、お前マジナイス、持つべきものは仲間、そして俺が決勝の逆転のゴールを。くそ、これ引き上げになったらどうなのこれ。さすが人数が少ない方が、俺が決めてやる。延長戦だ、いけ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 、よっしゃ。でもこんな仲間たちと次決勝で戦うのつらいわ。残酷なゲームだマジで。よかった、ちょっと今回俺マジで仕事してなかったから、ありがとう。ただ決勝じゃ容赦しねえぞ。
な、またここなんだけど、おかしいよね、これ。おかしくない？新ステージやらせろよな。しゃあねえ。もう行くしかない。真ん中引けたから、しかも今回人数少ないから。もう行くしかないよ、これ、正直。左から行こう。二人で押せばいけんだよね、これね。ごめん。あいつ早いな。あいつなんかちょっとやべえ、右肩がちょっといかれちゃってる。入れた。やった。俺でしょ。俺だよね、これ。いや、違う人のアイコンね。嘘。どうぞ。俺最後ジャンプ押したけど、相手の方が微妙に早かったってことか。ありがとうございました。